他の国では絶対にありえない。皆様お疲れ様です。パーソナリティのあやめです。いざという時頼りになる人たちと聞いて何を思い浮かべますか？インフラを整備してくれたり、停電や災害時に対応してくれる人たちは、私たちの生活になくてはならない存在です。しかし、多くの人の頭にすぐ思い浮かぶのは、警察官や消防士ではないでしょうか。24時間365日待機し、出動してくれる姿は頼もしいの一言につきます。夜中に聞こえるサイレンの音は、うるさく感じながらも私たちの生活を支えてくれている証。さて、今回はそんな消防士に欠かせない消防車に関するお話です。ある中国人男性によると、日本と中国では消防車に大きな違いがあるのだとか。さらに緊急車両に対する一般国民の対応の違いも明らかになってきたようです。一体中国と日本で何がそこまで違っているのでしょうか。中国と日本の緊急車両の差に驚愕。私は中国人の純友です。中国の都市部で生まれました。北京ほどではないですが、インフラも整っているし、街並みも綺麗だし、小さい頃から不便を感じたことはありません。父もここで生まれたんですが、昔はもっと大変だったんだとよく言っています。道路が整備されたのも、ビルが立ち並ぶようになったのも、父の世代が頑張ったからなのだと。確かに昔の写真を見ていると、土煙を上げながらたくさんの人が自転車で往来していたり、そこら中に座り込んでいる人がいたり、今の街からは想像もつかないくらいです。でも今の中国は違います。 GDP も随分前に日本を追い抜き、世界第2位なんですよ。世界各国の企業はこぞって中国に生産拠点を置いてきたし、世界トップクラスの人口を誇る中国は無視できないマーケットです。かつては下請けしかできないとバカにされていたけれど、今や中国メーカーの製品は世界を席巻するまでになりました。スマホ、家電、衣服だって、皆さんの生活でも中国製品を見ない日などないくらいのはずです。確かに最初は日本や他の国に協力してもらったり、技術を教えてもらうことはありましたけど、そこから発展したのは紛れもない中国の力なんです。そして私たちは経済大国と呼ばれるようになり、もしかしたらアメリカすら射程圏内に入っているんじゃないでしょうか。そう思えるくらいに今の中国は勢いに乗っているんです。それに比べて日本はかつての栄光など見る影もありません。 GDP はそろそろもう一つ順位を落とすんじゃないかと言われるくらい。数十年前までは素晴らしいものをたくさん開発していましたけれど、日本の製造業もそろそろしんどいんじゃないですかね。広い国土もトップクラスの人口も経済発展も何もかも中国は日本を上回っているはずなんです。とはいえ、未だ日本との関係を重視しなければならないことは変わりありません。最も近い先進国ということもあって、旅行に行く人も多いし、ビジネスでも他国よりつながりは多いんだと思います。そういう僕も会社の命令により長期出張のため日本に来ているんですけどね。まあ他の国に行くよりは快適に過ごせているのでよしとしましょう。でもこの快適さがまた気に食わない。 GDP で中国より下につけているのに、下手したら中国より便利なんです。単純なことで言えば、電車がいつも定刻通りに来ること、駅に行けばとても丁寧に列車情報が表示されていて、どの列車に乗るのか迷うこともありません。一度3分遅れになったことがあったんですが、わざわざ駅員が謝罪しているんですよ。あれはさすがにサービス過剰なんじゃないかと思いました。
買い物をしていても、店員が丁寧にお辞儀をしてきたり、商品の場所を聞いたらわざわざ案内してくれたり、まるで自分が VIP にでもなったかのような対応です。そのくせ、未だ現金決済がまかり通っているんだから、力を入れるべきところを間違えてるんじゃないかと思うくらいです。便利なようで不便さも合わせ持っているところは本当に不思議ですね。僕からしたら国民性だってなんだかちぐはぐに見えます。経済大国だし、僕の周りでも仕事熱心な人たちがたくさんいて、みんなシビアな考え方をしているし、妥協も許さないといった感じなんです。なのにプライベートではおっとりしている人も多くて、他人ながら心配になってくるんですよ。同時に悔しいけれど、中国人と比べたらマナーがいいなとも思いました。列にはきちんと並ぶし、待つことがあっても大声で騒いだりしない。電車の乗り降りでも降りてくる人を優先して乗る人が待っているのには本当にびっくりしました。中国ならお互いに譲らず押し合いになっているでしょうからね。いつでもどこでも他者への配慮を忘れないというのは日本人ならではなのかもしれません。思いやりといえば、衝撃的な場面を見たんですよ。ちょうど退勤して帰ろうとしていた時のこと。会社を出たら特徴的なサイレンの音が聞こえてきたんです。気になって一緒にいた同僚に聞いてみたら、消防車が来るって言っていました。火事とか普通に運び出せない傷病者がいる時なんかに出動するそうで、緊急時はサイレンを鳴らして走るのだと。そういうところは中国と一緒だなと思って、徐々に近づいてくるサイレンを聞いていたんです。びっくりしたのは、目の前の道路を消防車が走り抜けた時、それまで普通に走っていた一般車両が一斉に速度を落として路肩に車を寄せ始めたんです。広い道路の真ん中に一本の通り道ができて、そこを消防車が通っていきました。そうしたら何事もなかったかのように、一般車両が普通の車の流れに戻っていったんです。僕は目の前で何が起こっているのか全く分かりませんでした。唖然とする僕の横で、日本人の同僚はどこかで火事なのかななんてのんきなことを言っています。なあ、今のは何？何が起こったの？え？消防車？多分向こうの方面で火事なんだと思うよ。いや、そうじゃなくて。1台だけだからすぐに消火されるんじゃないかな。いや、そうでもなくて、なんで車がみんな避けていくのかってことだよ。だってそうしないと消防車が通れないだろ。あれをしないと罰せられるのか？いや、別にそんなことはない。ただ緊急車両が来たら避けるのが当たり前だというだけで、一応法律にも書かれてはいるけどね。同僚は平然とした顔でそう言っていました。これがいかにすごいことなのか全く分かっていないんでしょう。例えば中国ならこんなことはありません。消防車が来ようとも救急車が来ようとも、路肩による車などほとんどいないでしょう。僕の父が一時消防士をしていたこともあって、そのあたりのことはよく分かっています。人を助けるために出動しても、近隣の人はそんなこと考慮してくれません。道を譲らないどころか、平気で消防車の前に車を止めてどこか行ってしまうんです。もしどいてくれと言ったら喧嘩に発展するでしょうね。だから緊急車両に乗っている側も一般車両の事情など組みません。以前聞いたのは、救急車が駐車禁止の道路に止まっている車に通せんぼされた時の話です。サイレンを鳴らした救急車はその一般車両に自らぶつかっていき、その車の位置をずらして脇を通り抜けていったのだとか。車の持ち主は怒っていたかもしれませんが、そもそも止める場所が悪いんですよね。とはいえ、駐車禁止区域でなくとも救急車はぶつけて車をどかせていたかもしれませんけど、このことからもわかるように、中国では緊急車両に道を譲るという考え方がありません。そこには他者への思いやりに欠けていることも関係しているのでしょう。でもそれ以上に問題なのは、緊急車両が緊急出動をしていることを
完全には信じていないということ。これは緊急車両側にも問題があって、たびたび緊急でもないのに楽をしたいがためにサイレンを鳴らして走るなんてことをしているせいだと思います。他にも緊急車両のために道を開けようと路肩に寄せたら、それだけで駐車禁止違反で取り締まられるというんです。人助けのために良いことをして反則金を払わなければならなくなるなんて馬鹿げてますよね。ひょっとして日本人が道を譲ることができるのは、そんな心配をしなくていいからなのでしょうか。それともう一つ、日本の消防車で驚いたのは、スピーカーを通して何か喋っていたことです。サイレンだけじゃなく、なんで声まで出すんだろうってすごく不思議でした。同僚に何を言ってるのか聞いたら、避けてくれた車にお礼を伝えているんだと。緊急車両が来たら避けるのが当然だというのに、避けたことに感謝されるなんて信じられません。中国なら緊急車両側は避けて当然だという態度を取るでしょうし、ちょっとでも動きが遅ければ舌打ちだってするでしょう。自分たちが優先されて当然という状況にありながら、優先してくれたことに感謝できるなんて、日本人はどうしてこんなにも礼儀正しくいられるのでしょうか。そんなことがあった日の夜、僕はあまり眠れませんでした。帰り際に見た光景と同僚の平然とした顔がちらついて、真の大国とは何かという問いが頭の中をぐるぐる回っていたんです。確かに中国は凄まじい発展を遂げました。かつてのように土煙が舞う街ではなく、誰もが清潔できちんとした服を着て、道は舗装され、とても便利になっています。でもそこに暮らす僕たちはどうでしょう。日本人のようにルールやマナーをきちんと守ることもできず、緊急車両に道を譲るという思いやりすら持てずにいます。さらにその後調べた内容は僕を落ち込ませました。もう一つの緊急車両、救急車に関することです。日本の皆さんは救急車が無料であることに疑問を持ったことはありますか。多分多くの人が税金を払ってるんだから当たり前だろうと言うでしょう。でも中国は違います。中国でも救急車は公共サービスなんですが、有料です。しかも定額ではなく、受けたサービスによって支払う額が変わってくるというシステムなんですよ。まず基本料金があって、そこに走行距離により加算がされます。さらに車内で医療行為を受けたなら、内容に応じて別途請求されます。多分心電モニターをつけただけで別料金になるでしょうね。もう一つおかしいのは、来てくれた救急車が国産車か外車によって料金が変わってくること。地方や都市によって料金が違うこともあって、中国では救急車を呼ぶのも財布と相談になるんですよね。一時期日本でもニュースになったそうですが、道端に倒れている老人のために救急車を呼んだら、なぜそんなことをしたんだと裁判を起こされるなんてこともありました。ちなみに中国政府が国とは認めていない台湾は、中国よりよっぽどマシだったんですよ。緊急を要する患者以外はお金を取るという形をとっていて、もし救急でない内容であれば1800元請求するのだそうです。逆に言うと、本当に必要な人は無料で救急車が使えるということ。バカにしてきた台湾よりサービスが悪い大国って何なんでしょうかね。しかも日本はそれを上回っている。税金を払っている日本人だけじゃなく、フラッと旅行に来た外国人であっても救急車が無料なんです。いくつかエピソードを読んだんですが、階段から落ちて救急車を呼んだけど治療は必要なかったと。それでも無料だし、おまけに救急隊員や医療者に体や生活の心配までされたんだとか、他にも子供がおもちゃを鼻に詰めてしまって慌てて救急車を呼んだ時も、その場で解決できた上に無料だったそうです。帰る時にはガスの元栓のチェックまでしてくれたそうですよ。日本人は聖人君子か何かですか。すごいのは乗っている人たちばかりじゃありません。車両そのものだって日本のものは素晴らしい。
例えば消防車です。中国の消防車はほとんどがアメリカ製かドイツ製です。2015年までは日本の森田ホールディングスも消防車を販売していたそうですから、日本製もあるかもしれません。しかし世界に向けて自動車を売り出している中国がなぜ消防車は外国製に頼っているのか、それは中国のシャシーが劣っているからだと言われています。一部国産の消防車もあるんですが、他国の消防車がトレーラー用のシャシーを使っているところを中国はトラックのシャシーを使っているせいでパワーが足りないのだそうです。問題はそれを各メーカーや政府が解決しようとしないこと。確かに消防車の必要台数は普通の車より少ないし、採算が取りにくいかもしれません。でも人の命を助けるために必要なものなら採算度外視でやらなきゃいけないんじゃないでしょうか。結局政府からしたら国民のためにそこまでお金をかけていられないってことかもしれませんけど、これに対して日本の消防車は外国製のものを土台にしたところまでは同じだったものの、その後の発展が全く違いました。日本で初めて消防車が導入されたのは1911年の大阪です。この時はドイツ製の消防車を輸入したそうですが、その6年後には東京がアメリカ製やフランス製のものを輸入しています。この時の日本政府は外国の良いものを取り入れつつ自分たちで作り出すことの大切さも分かっていたんでしょうね。その後トヨタがトラックをベースにして国産の消防車を作り、戦後になって安定生産にこぎつけています。またトラックで有名な五鈴自動車も1950年代にTX というトラックをベースとした消防車の製造を始めています。1955年以降になると水槽付き消防ポンプ自動車が開発され、貯水槽や川や池のそばでなくても安定して消火活動ができるようになりました。そして消防車といって忘れてはならないのがはしご車です。これも当初は西ドイツからの輸入品を使っていたんですが、1957年には初めて国産のはしご車を製造しています。その後も改良を重ね、1961年には昇降装置付きの30メートル級の国産はしご車を販売するまでになりました。以降建物の高層化や複雑化が進み、危険物を扱う建物も急激に増加するのにも合わせて日本の消防車は進化し続けているようです。大規模火災に対応する化学消防車や大量の泡を放射することができる高発砲車、人が接近困難な場所にも入り込める無人走行放水車などもあるのだとか。中国も日本と同じようにスタートは外国からの輸入だったはずです。なのにそこで停止してしまって自ら作り出そうとはしなかった。安易で楽なお金で解決する方に流れてしまったんですね。本当は日本のように人命救助に必要な装備にもっとお金をかけるべきだったのに。残念なことにその姿勢は今も変わっていない。街中にあるホース格納庫一つ取ってみてもそうです。日本の格納庫は一つ一つきちんと整備され点検され、いつ緊急事態になってもいいように備えられています。ホースに使われている金具も耐久性を考えて全てステンレス製だということも聞きました。それに対して中国ではホースの部品は安価な鉄製です。水を使う道具に錆びてしまう金属を使ってどうするんでしょうか。点検だってきっと手を抜いていることでしょう。民間のビルだって違います。日本はビルの窓に消防隊侵入口というマークをつけ、迅速に救助ができるようにしています。法律で決められているそうですが、ほとんどの人はこのルールを守っているでしょう。中国にも同じような法律があるし、侵入口を示すマークも存在しています。でも、見栄えを気にしてマークを貼っていないビルが多いんですよね。人の命よりもメンツや実利の方が大事だと思っているのでしょう。中国と日本の違いを知れば知るほど
なんだか悲しい気持ちになってきます。未だ国産の消防車が作れない中国に比べて、日本の消防車はどんどん進化を続け、多くの人が人命救助のために働いています。先ほど出てきた大型の消防車だけでなく、普通の消防車だってそうです。日本の消防車には取り外し可能なカートがついているんですよ。たとえ車が入れないような路地であっても、そこに助けるべき人がいれば助けに入れるように、ビルや高層マンションにいるようなお金持ちだけじゃなく、昔ながらの町に住む普通の人も全て平等に助けるという素晴らしい理念が、このカートの開発に込められているのでしょう。そんな消防車だから、日本で使われなくなった後も世界中から引く手あまたなのも理解できます。外国では中古車の輸入を禁止しているところもあるのですが、消防車や救急車といった人命救助のための車は例外なんだとか。日本車は普通のものでも壊れにくいことで有名ですから、日本の緊急車両は中古市場に出た途端に売れていくんでしょうね。それにしても、どこでこれほどの差が開いてしまったのか。中国は GDP で日本を抜きました。でも中身はどうでしょう。緊急車両に対する態度一つとっても、多くの中国人にとって他人の命は自分の都合より軽いものだと言っているようなものです。僕は数字だけを見て中国こそ大国だと思っていたことが恥ずかしい。大国というならば、それに見合った節度や民度を持っていなければならなかったんです。たとえ GDP で追い越したとしても、未だ日本は見上げるべき存在だということです。そのことが分かったからには、ここからの日本滞在を勉強の機会として気合を入れて過ごそうと思います。少しでも日本に追いつけるように。海外の反応。日本に行った時に本当に感動した。だってみんなマナーが素晴らしく良いんだもん。緊急車両が来た時は特にそう。サイレンが聞こえるとみんな車を脇に寄せてた。緊急走行中の救急車に対する姿勢は、世界中の国が日本を模範とするべきだと思っている。救急車なんか人ごとなんて思っちゃいけない。天皇陛下から国民に至るまで、あの国では規律が求められる。そこに例外はないんだ。平等に求められるんだよ。国が進んでるかどうかって科学技術とかの問題じゃないよね。やっぱり国民の精神的なものが全てなんだよ。日本だと救急車が出せる最高時速は80キロらしいけど、状況ごとに制限速度を決められればいいのにね。道路が濡れてない、他に走行車両がいない、交差点がない、アメリカだとそういう状況なら180キロ出せる。日本のことだから、きっと街中のホース格納庫もきっちり整備されているんだろうな。どこを開けても損傷がないってすごいことだと思うよ。それに消火栓が地面から突き出していないのはいいね。うっかりぶつけて噴水を作ったりしないし。まとめ。普段は何気なく見ている緊急車両ですが、日本の消防車や救急車がいかに頼もしい存在かが分かるお話でしたね。いざという時に頼れる存在が身近にあるというのはとても幸せなことです。特に貧富の差に関係なく、誰しもが助けを呼べるというのは、世界から見ても喉から手が出るほど欲しいものなんだとか。とはいえ、それに慣れてきた日本人の中には、救急隊員がお昼を食べているだけで苦情を入れる人もいるようです。今一度、私たちがどれほど献身的な彼らに助けられているのか思い返したいものです。緊急車両を見かけた時には、お世話になった方もそうでない方も感謝の念を持って見守っていけるといいですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。